けなし山展望所けなし峠は、小樽市と良一群赤江川村の境にある国道393号の峠。けなしとは、アイヌ語のけなしケネスを漢字音訳したものと考えられている。小樽川のけなし山までの区間は急勾配と、ヘアピンカーブが続き、最小曲線半径30メートル、最急勾配7.4%になっている。峠の頂上付近は、 尾根の中原を東高線に沿って進む区間が続き、最高点は小樽市と赤井川村の境界からやや赤井川側に位置している。赤井川側の線形は比較的緩やかとなっている。小樽峠に変わる小樽赤井川間の道路として1951年に砂利道が開作された。1982年の国道昇格後、1988年までに、 対面通行可能な二車線な舗装道路が整備され、1991年には、通年通行が可能となった。2008年には、赤江川くっちゃん館が、全線開通し、地域観光流やニセコ方面への観光ルートとしての、機能が向上した。小樽川ヘアピンカーブ区間には、北海道ワイン本社がある。小樽パック八景の一つである、ケナシヤマ展望所は、日本夜景遺産の、 自然野景遺産にも選定されている、眺望ポイントである、赤い川側,側には、ほっぴの丘や、キロロリゾートへの入り口がある。ありがとうございます。